どうも RG デスティニーインパルスもいいけど RG ブラストインパルスを楽しみに待っているサワリーマンです。今回は多数の火器を増設したインパルスガンダムの砲戦シルエット装備仕様 HG144-1 からブラストインパルスガンダムを作ってみていきます。プレ版限定キットになります。2016年キットか、お値段税込み2200円。ブラストインパルスはアニメ放映時 HG ガンダムシードでは立体化がされていなかったので HG としてはこのキットが初の立体化ということになります。ブラストシェルターはもちろんのこと、アビスガンダムを撃破したデバイアントビームジャベリンも新規造形で付属するので詳しく見ていきたいと思います。主役機ぐらい一般販売してほしい。オープン。1、2、3、4。説明書。内容物を並べてみました。ランナーは全部で13枚入っています。ランナーは全て2016年製で、インパルスガンダムとブラストインパルスの2種類のランナーが使われています。まずはインパルスガンダムの共通ランナー、全部で10枚使われていました。基本的には共通パーツなので同じパーツが使用されていて、成型色の色が少し変わっています。レッドのランナーに関してはこの下の部分は新規造形で作られているものだと思われます。成型色の色合いも変更されているので、また HGC のフォースインパルスガンダムと完成後に比較してみていきたいと思います。続きまして、ブラストインパルスガンダムの新規造形ランナー、合計3枚とサーベルエフェクトのランナーが1枚。ブラストシルエットの特徴的なグリーンはかなり渋めの深みのあるグリーンとなっております。ビームエフェクターは1パーツで、デファイアントビームジャベリン専用に作られています。こちらは2016年製でブラストインパルスガンダム専用のものになります。ポリキャップは2013年製の PC002 と2002年製の PC7。 ブラストインパルス専用のホイールシール。設定色は合計10色になります。説明書は白黒でわからないので公式のページを見る必要があります。こちらがパーツリスト、余剰パーツは1つだけ発生します。それでは組んでいきます。武装類がたくさんあるので組みながら詳しく見ていきたいと思います。まずはボディから、内部のフレームは少し入っています。関節フレームには KPS、 外装パーツは前後で挟み込む。コックピットアーチもパーツ分割による色分け。腹部は可動式のフレームに接続をしていきます。ボディ完成でございます。2016年製ということもあり、かなり組み立てやすい構造になっております。合わせ目は段落ち処理がされていますが、アンダーゲートはないのでゲート跡が結構目立ちます。胸部正面のエンブレムはパーツ分割はされているものの、色分け再現はされていませんでした。ホイールシール補填になります。可動域も見ていきましょう。頭部の根元は後ろ側に引き出すことができます。腕根元の関節フレームは前方に引き出したりはできません。上側に大きく可動します。腹部は若干でありますが可動。フェイスパーツはマスク、顎、ツインアイは別パーツ化されていて、ツインアイに関してはクリアパーツが使用されています。参考までにセンサーシールを貼ってみるとこんな感じ。外装パーツは前後で挟み込む。ブレードアンテナは2種類のパーツに分けられています。わずか8パーツでインパルスガンダムのイケメンな頭部完成でございます。ツインアイのホイールシールは近くで見ると若干チープな感じが出てしまいますね。センサーは前後ともにホイールシールを使用。外装パーツは前後で挟み込むため側面には合わせ目が発生。ブレードアンテナの先端には4箇所安全フラッグがついています。頭部をボディへドッキング。ボールジョイント、肩アーマーは微妙な位置に合わせ目が発生。続いて腕の関節フレーム、 HG でありますがしっかりと入っています。前腕部の外装パーツは挟み込む。微妙な位置に合わせ目が発生します。上腕外装パーツは1パーツでスライド、ハンドパーツは握り手一択、ボールジョイントで接続、ポリキャップは使われていません。肩アーマーの接続は軸とポリキャップ。腕部完成でございます。前腕部と肩アーマーの微妙な位置に合わせ目が発生するので、ここは消した方が見栄えが良くなりそうですね。可動域も見ていきましょう。肩アーマーはスイング、肩から下はロール、肘の曲げは二重関節になっていて限界でこのぐらいまで曲げることができます。ハンドパーツはボールジョイントで柔軟に可動ですが、僕のは少し今回緩んでますね。ボディへの接続はボールジョイント、受けのフレームは KPS。 インパルスガンダムの上半身完成でございます。やはり HGC のインパルスはとても完成度の高い作りになっていますね。足部のパーツはつま先が分かれています。接続は CG ジョイント、わずか5パーツで完成でございます。足裏にはデテールが入っていますが、つま先と一部には肉抜き穴が発生します。あとつま先は折り曲げることができ、見えにくい箇所ではありますが関節フレームには一部合わせ目が発生します。続いて脚部、膝から上は関節フレームが入っていますが下側は特に入っていません。結構シンプル。外装パーツは左右で挟み込む。ふくらはぎにはまっすぐ合わせ目が発生。大腿部の外装パーツは1パーツ、正面には合わせ目が出にくいパーツ構成になっています。大腿部フレームは軸で接続、ポリキャップは使われていません。足部の接続はボールジョイントとポリキャップ。プロポーションが美しい脚部完成でございます。アンクルガードの一部には少し目立つ合わせ目が発生。あと膝アーマーの逆三角形のイエローのマークはホイールシールでの補填になります。
可動域も見ていきます。大体部のフレームから下はロール、膝関節は二重関節になっていて限界でこのぐらいまでしか曲がりません。レッグフライヤーの変形の兼ね合いもあるので膝関節はこんな感じで曲げることもできます。膝は裏側は空洞、一部には合わせ目が発生。足首は前後に可動し、足パーツはボールジョイントで柔軟に可動します。その他にふくらはぎのパーツも別パーツ化されていて上下に角度を変更することができちゃいます。次は腰部、簡易的な関節レームが入っています。リアーマーはワンパーツで固定、フロントアーマーは左右でワンパーツ、センターでカットしてあげることで独立して稼働します。グラグラしたりすっぽ抜けたりはしません。サイドアーマーはワンパーツ、ポリキャップで接続。あっという間に腰部完成でございます。フロントアーマーはパーツ分割がされていますが、サイドアーマー、リアーマーはパーツ分割がされておらず合わせ目とは特には発生しません。アーマー類はフロントアーマーとサイドアーマーは独立して稼働、リアーマーは固定。また下にはアクションベース専用の 3mm ジョイント穴、アーマーの裏側には裏打ちやデテールは特には入っていません。股関軸のパーツはワンパーツで上下に若干可動、足の取り付けは軸とポリキャップ、下半身と上半身は丸いポリキャップでドッキング。インパルスガンダムの本体完成しました。一般販売のインパルスと比べてみたらこんな感じ、造形に違いはありません。成型色の色が違うだけです。メイン外装ホワイトはブラストインパルスの方が気持ちグレーが強いように見えます。続いてブラストシルエット、こちらがケルベロス高エネルギー長射程ビーム砲という名称になります。グリップは展開し収納することができます。あと合わせ目は出にくい構造にはなってはいますが、砲身付近の先端に一部合わせ目と上部にもがっつり合わせ目が発生します。その他にビーム砲以外に反対側には4連装ミサイルランチャーが装備されています。バックパックへの接続は丸いポリキャップ、接続したらブラストシルエットの完成でございます。長射程ビーム砲のジョイントアームの接続には丸いポリキャップが2箇所使われていてかなり柔軟に動かすことができます。その他に武装のレールガンが装備されていて前方に構えることができます。レールガンの正式名称はデリュージ超高初速レール砲というそうです。ちなみにスラスターの角度も変更ができそうにも見えるんですが、スラスターは一切動きません。あと見落としていましたが、このネイビーのパーツがサーベルラックになっていて開閉稼働する作りをしています。内側にはビームサーベルの束がありますが一体成形になっているため外すことはできません。ただの飾りになっております。ここは少し手を加えてビームサーベルを外せるようにしたりするのもいいかもしれませんね。本体へのブラストシルエットの接続はピン1つ。ブラストシルエットを装着してみました。こんな感じになります。長射程ビーム砲は結構重さがありますが安定して自立をさせることができます。後ろ側に重心がそこまで傾いていないのでフォースシルエットよりも安定して自立しますね。最後に武装類を見ていきます。こちらがデファイアントビームジャベリン、炎上の竿の部分は2パーツ構成で先端には専用のビームエフェクトがついています。続いてインパルスおなじみの高エネルギービームライフル、安定のモナカ構造のためパックリと中央には合わせ目が発生します。あとシールド、こちら機動防潤という名称になります。スライドギミックはないので展開状態と収納状態どちらか選択して組み上げる仕様になります。裏面にはハンドルのデテールはありますが別パーツ化はされていませんでした。HGC ブラストインパルスガンダム完成しました。付属品見ていきましょう。単色のコアスプレンダーとシルエットフライヤー、機動防潤の収納状態と展開状態、アクションベースに接続するジョイントパーツ、余剰パーツは1つだけ発生しました。以上になります。本体を詳しく見ていきましょう。それでは武装量を持たしてポージングを取らせて見ていきます。まずはデファイアントビームジャベリンを両手で持たしてみました。特に固定するピンなどはありませんがサイズ感がちょうどいいためしっかりと固定して構えることができます。次は高エネルギービームライフル、武器持ち手ハンドパーツは付属しないのでトリガーに人差し指がかかったりはしません。握り手ハンドパーツで持たせるのみになります。あとビームライフルはリアーマーにマウントをすることもできます。機動防止の接続には専用のジョイントパーツを使用していて角度を変更することができます。ケルベロス高エネルギー長射程ビーム砲とデリュージ超高初速レール砲も構えてみました。こんな感じになります。ケルベロス長射程ビーム砲に関しては脇を大きく開いて腕に挟み込むような形で構えることができます。腕の角度がかなり厳しいですが一応グリップを握らせることもできました。レール砲を構えることによりフルバースのようなド迫力なポージングを取らせることができますね。
続きまして各フライヤーに分離をしてみました。余剰パーツが1つ余りましたが、これはチェストフライヤー用のパーツでこちらに使用できます。アクションベース専用のジョイントパーツはレッグフライヤーに取り付けるものになります。そしてこちらがブラストシレット、シレットフライヤーが付属するので取り付けてはみましたが、ホワイトの単色でかなり味気ない感じがしてしまいます。こういったところも RG だと細かく再現がされているので、 RG の発売が待ち遠しいですね。続きまして可動域を見ていきましょう。まずは頭部から。頭部根元はボールジョイントで接続、首の基部は後ろ側に倒すことができます。上を見上げてみるとこのぐらい、顎を引いてみるとこのぐらい。横へのひねりも見ていきます。ブラストシレットに干渉してしまうため、ここまでしか回せません。腹部に可動が入っているため、胸部は前方に少し傾けることができます。上半身のひねりも見ていきます。腰部のフロントアーマーに干渉してしまうため、ここまでしか回せません。肩アーマーはボールジョイント接続で前後に遊びがあり、関節フレームを上側に引き出すことができます。ブラストシェルトのパーツに干渉してしまいますが、肩はここまで上げることができました。続きまして足の開きも見ていきます。サイドアーマーに干渉してしまいますが、後ろ側に反らしてあげればさらに大きく上げることができます。股関節根元は軸とポリキャップで少し緩めの作りにはなってはいますが、足は90度まで開くことができました。最後にルーチンワークの膝立ちを見ていきたいと思います。フロントアーマーはセンターでカットしているので大きく跳ね上がってくれます。シンプルな構造ではありますが、膝も二重関節でつま先も曲がったりと、かなり柔軟に動いてくれるキットになってますね。ブラストインパルスガンダムの膝立ち整いました。足が長くてプロポーションは抜群ではありますが、かなり綺麗な膝立ちをさせることができました。試しに4連装ミサイルランチャーを構えてみましたが、この腰部の接続口のポリキャップが結構緩いので、後ろ側にかなり反りやすい作りにはなっています。溶剤を使用してポリキャップの保持力をもう少し強くしてみるのもいいかもしれません。続きまして公式の完成見本と比べて色分け箇所をチェックしていきます。キットにはホイールシールが1枚付属、インパルス本体の基本的な色分けはパーツ分割でほとんどされています。ブラストシルエットの一部赤いパーツは色分けがされておらず、ホイールシール補填になります。成型色も十分に綺麗ですが、完成見本と比べてしまうと色味がかなり違い、特にグリーンは渋みのある色をしているので、塗装するとより引き締まって見えそうですね。次は一般販売の HGC フォースインパルスガンダムと並べてみました。発売年は同じ2016年、まだ積んでいて組んでいませんが、ソードインパルスも同年に発売されています。インパルス本体に変更点はなく、ライフルもシールドも同じ造形です。このキットは2個あると、シールドの展開状態と収納状態を組み替えなくても使い回せるところもいいですね。はい、ブラストインパルスガンダムを見ていきました。関節フレームには KPA 素材が多く使われていたりと、インパルスガンダム本体の完成度が高くよく稼働します。デファイアントビームジャベリンが付属していたり、アニメさながらのプロポーションもシード世代にとってはたまりませんね。アビスガンダムとの戦闘シーンを再現したくなりますが、 HG アビスだけもう数年再販されていないので、そろそろ再販してもらいたいものですね。以上がレビューになります。参考になりましたらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。